ぶ赤い糸、素敵な出会いがありますよね。新限定キャラクター月下老人の使ってみたまとめ、ダメージボール、ワープ地雷の3ギミックに対応、近畿の極深淵、過酷の無料耐数で活躍、2つのキラーを所持し攻撃力抜群、友情コンボ全敵貫通分裂弾で敵の反撃を発動させる点も魅力、貴重で強力な SS はバウンドチャージで早めに使用可能、味方の SS ターン短縮でサポートとしても優秀。新限定キャラクター月下老人は2月10日土曜日12時より開催のガチャオリエンタルトラベラーズにて初登場です。お楽しみに。